例えば進路や就職など様々な岐路で迷った時、何を大切にして進む道を決めていますか？自分が迷った時、迷うなら選択しない方が僕はいいと思いますね。やらない後悔よりやって後悔っていう論がどうしても世の中あるんですけど、やらない現状維持も全然選択肢としてあるので、やって後悔はそんなに実はいい選択肢じゃなくて、やって成功が一番大事なんですよ。でも成功しないんだったらどっちも後悔という形では同じなんで、別の選択肢がすぐ見える分、やらない方が俺はいいと思いますね。